はい、皆さんこんにちは、116ウィンズです。今回の動画でではですね、アレックス・ゴードンがカンザスシティ・ロイヤルズと再契約をしたというところをちょっと取り上げていきたいと思うんですけれども、つい2日ほど前ですね、ロイヤルズのゴードンが今回ロイヤルズと1年契約で合意したというところで、ゴードンというのはロイヤルズ一筋13年間プレーしている、かなりベテランの選手で、で、ロイヤルズが2014年、15年、ワールドシリーズに出場した時の、主力選手でもあるので、非常に地元カンザスシティのファンからも、愛されているような選手というところで、彼が残留したというのは、カンザスシティのファンにとっても、良かったことなのかなと思うんですけれども、その契約にですね、ちょっと面白い条項が盛り込まれてまして、で、それが6月16日以降に、ゴードンのトレードが可能となる条項が盛り込まれているんですね。で、契約にこういった、その何日以降にトレードが可能となるっていう条項をあえて盛り込むっていうのは、結構異例な契約なんですね。今回の動画ではですね、その条項を盛り込んだ背景とかについて、ちょっと主にですね、触れていきながら、ご説明していければなと思います。はい。で、本題に入る前にですね、まず MLB における10&5 rights という選手の権利についてちょっとご説明していきたいなと思います。で、この権利というのはですね、こちらのスライドにも書いてあるんですけれども、MLB で10年以上プレーして、で、かつ同一球団で、5年以上連続でプレーしている選手っていうのは、トレードに関して選手の同意が必要なんですね。同じ球団で長年活躍してきた選手に対する、権利になるんですけれども、今回のそのゴードンの例ですと、上記の1-2、MLB で10年以上プレイしてますし、かつ、ロイヤルズ一筋13年間プレイしてますので、10&5 rights の条件を満たしているので、本来であれば、ゴードンをトレードする場合には、本人の同意が必要なんですね。ですので、ロイヤルズ側から、ゴードンのトレードをしたいというなっても、ゴードンから同意が得られなければ、ゴードンをトレードすることはできないんですね。ただ、今回、ゴードンの契約の中には、最初のスライドでも言いましたけれど、6月16日以降であれば、ゴードンのトレードが可能であるという、条項が盛り込まれていますので、この 10&5 rights の適用対象ではあるんですけれども、6月16日以降であれば、特にゴードンの合意なくトレードができるという、契約になっているというところで、ゴードンがあえて、自分の持っている権利を破棄している形になるんですね。で、普通に考えれば不思議な話ですよね。ゴードンは今回あえて、ロイヤルズに残ることを選んでるわけですし、で、かつ、トレードを拒否する権利も持っているのに、契約で、そういった 10&5 rights を、破棄するような契約にしているので、なんでゴードンはそんな契約を結んだのかっていうところが、おそらく気になってくると思うんですけれど、次のスライドですね、そっちのゴードンの思惑についてちょっとご説明していきたいなと思います。はい。で、こちらにゴードンの今回の契約の思惑についてちょっと挙げてみました。で、まずゴードンはですね、キャリアの最後に勝てるチームで、プレーしたいという意思がどうもあるみたいですね。来月ゴードン36歳になるんですけれども、どうやってもプロ野球選手として、あとせいぜい2年か3年というところで、最後に勝って終わりたいという、気持ちはあるんですけれども、ただ現状のロイヤルズというのは、ここ2年間100敗以上してますし、で、来シーズンに関しても、コンテンダーになる見込みは、ちょっと低いのかなという、状況で、ただ、ゴードン自身も、今回 FA になってるんですけれども、ちょっと昨年の成績ですと、ちょっとコンテンダーから興味を集めることはどうも難しかったのかなというところがちょっと想像できますね。で、こちらに直近3年間のゴードンの成績を載せているんですけれども、特に2017年、18年は深刻な打撃不振に陥っていたので、昨年、2019年っていうのは、そこからは脱して、かなり打撃力も回復はしてきているんですけれども、ただ OPS 7割4分1厘、OPS プラスも100を切っているところで、ものすごくこう攻撃力のある選手かと言われるとちょっと微妙なところですよね。今回ゴードンが FA になって、なかなかコンテンダーから興味を集められなかったのも、ただしょうがない部分もあるかなというところはありますね。ただオフシーズン中にコンテンダーに移籍ができなくとも、シーズン中にトレードでコンテンダーに行くという選択肢もあるわけですよね。で、今回ゴードンはロイヤルズ残留を決めているわけですけれども、ロイヤルズ現在再建中のチームですので、十分な出場機会も得られますし、アピールのチャンスというのは非常に多いわけですよね。
打撃はちょっと微妙な部分があるゴードンですけれども、守備に関しては非常に定評のある選手ですので、まあ、7月末までにですね、そういったこう守備力の高い外野手を欲しているチームが、まあ、コンテンダーの中で出てくれば、まあ、十分ゴードンの移籍の可能性っていうのも出てきますので、あらかじめ自分のトレードしても良いと契約に盛り込んだっていうところは、まあ、ゴードン非常にこううまくやったのかなっていうのがちょっと個人的な印象ですね。で、今回のゴードンの契約というのは、まあ、ロイヤルズ側にとっても別に悪い話ではないんですよね。まあ、ゴードンというのは非常にファンに愛されている選手ですので、まあ、そういった選手を格安で呼び戻せたっていうのは、まあ、非常にこう、集客面でも大きな意味を持ちますし、まあ、何よりその再建中のチームにとっても大きいですよね。やっぱりアレックス・ゴードンというこう、ファンに愛されている存在がいるからこそ、球場に行くという人も絶対いるはずなので、まあ、そういった選手をこう、まあ、格安で呼び戻せたっていうのは、まあ、チームにとっても悪い話ではないですし、で、またトレードの選択肢をあらかじめ持てるっていうのも非常に大きいですよね。やっぱりその7月末になって、こう、まあ、10&5 ライツを持っている選手のトレードってなると、やっぱり同意が取れるかどうかっていうのは非常に難しい問題になってくるんですね。まあ、ただ今回のゴードンに関しては、あらかじめ契約の中で、6月16日以降であればトレードしても良いというところが明記されていますので、まあ、ロイヤルズ側としても非常に動きやすいですよね。で、うまくいけばプロスペクトも手に入れられるというところで、まあ、全くチームにとっても悪い話ではないですよね。で、今回の契約というのは、フランチャイズプレイヤーであるゴードンへの最大の敬意でもあると思うんですね。で、このような条項を盛り込んだ以上、やっぱりゴードンをトレードするっていうのは、まあ、ほぼ確定事項と言ってもいいと思うんですよね。まあ、これだけ長い間、ロイヤルズに多大な貢献をしてきたゴードンに対して、まあ、ゴードンの最後の希望である、キャリアの最後に、まあ、勝って終わりたいというところの、まあ、実現させるために、まあ、球団側としても、まあ、全力で支援するという、まあ、一種の意思表示のようにも見えますので、まあ、今後ですね、まあ、シーズン始まって、実際にゴードンがどう活躍するかはまだわかりませんけれど、まあ、実際にこの契約の条項が、まあ、活かされるのかっていうところはちょっと注目して見ていきたいところですね。はい、いかがだったでしょうか。今後もですね、MLB に関する話題を皆様にご紹介できればと思いますので、まあ、よければですね、チャンネル登録の方もしていただけると幸いです。それではご視聴ありがとうございました。